はい、こんにちは、皆さん。メンズネルスのゆゆです。ゆゆです。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。髪の毛長い、長くなっちゃいました。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、今年もね、たくさん動画を上げていこうと思って、今4つ撮影してるので、バーって編集して出しますね。待っててください。はい、今日やっていくのは、じゃじゃじゃん、メラフォーマから新色が出ましたので、こちらを使って、っていう感じです。少しね、春まで使えそうな、むしろ冬から春にかけて使えるようなアートを考えてますので、面白いやり方してるので、ぜひ一緒にやっていきましょう。ビビビはい、そしたらカラーを説明していきます。ベラフォーマが、97、乳白色ですね。97で、新色の261、262、新色です。あ、色出してるんでちょっと後で紹介しますね。で、ベトロの55、ホワイトですね。で、BL から、7、23、27、ネオンカラーが2つ入ってます。こちらも新商品です。ベトロの、エフェクトパウダーのフォレストグリーン。ちょっとね、ホログラムのような綺麗な輝きなんですけれども、使い心地はね、もうホログラムの火じゃないです。めちゃくちゃ使いやすいんで、ちょっと紹介しちゃいますね。はい、もうこれのカラー出してるんで一回はけます。で、こういう感じなんですけれども、ここが先ほどのエフェクトパウダーが入ってる部分ですね。光がこうやってほら、光が当たるとキラッと、で、段差も全然出ないんで、めちゃくちゃおすすめです。こちらを見せていきますね。はい、ベースにもうメラフォーマの、097、こちらを塗っております。ちょっとね、私の爪が最近TikTok のライブでワンカラーをお見せしたので、1本だけワンカラーになってますけど、はい、気にしないでください。まずは、なんだ、ベラフォーマの97をもうワンカラー塗った状態ですね。はい、そしたら、BL の27と23、ここ出てます。この子たちをネオンカラーなんですけど、透け感があるネオンカラーなんですよね。なので、ちょっと一旦乳白色を下に引いてます。その方が発色がいいので、下に引いてます。で、ネオンのね、ネオンの2色を取ってあげて、ランダムに置いてきます。こういう感じで、もう超ランダムでいいですよ。ここに、もう本当にこれも時短なので、時間かけなくてランダムに置いちゃいましょう。ちょっとこれぐらいで大丈夫です。で、同じ容量でこのまま、261、262も使っていきます。この2つがモーブな感じの、ちょっと深めのカラーなんですけれども、ちょっとミルキー感があるんですよね、柔らかい感じが。なので、この子たちを足すと雰囲気が柔らかくなってくれるんですよね。こういうちょっとネオンカラーだったり、パキッとしたカラーを使っても柔らかく仕上がってくれるんですよね。はい、こういう感じで引きました。あとは上から軽く、吐き圧をかけないように、でも軽く当たるぐらいをイメージして、こういう感じで下ろしてあげます。隣も、はい、これでもほとんどできてます。こういうね、ちょっと不思議なニュアンスのアートですね。あとはこちらに白を上から足していきます。で、エンネオ、今回はね、富士ではなくエンネをちょっと引いてあげて、エンネの方がベースに引くと、にじんだような広がり方をしやすいので、綺麗にまっすぐ、まっすぐじゃなくてもいいか、スッと伸びるような線を引きたい時などは富士がおすすめかな。ちょっとわざとにじませたいので、今回はこちらのエンネを使って、ちょっとだけね、このベトロの55番の白を取ってあげて、
ちょっとトントントンと軽くね白が入ったかなっていうぐらい、これもランダムにさささささささ置いてあげたら、あとは同じ要領で上から本当に力をかけずにさっと引いてあげると、こういうね不思議な白の入り方がするので、さらにちょっと柔らかいミルキーな感じになります。はい、こちらで固めちゃいます。めちゃくちゃ早いでしょで、ここではね使ってなかったんですけれども、ちょっとここには使ってるんですけどね、ここベイクスパウダー、これなんか使った方が僕好きなんで使います。サンプル作った時はね使ってなかったんですけど、めちゃくちゃ可愛いんで、こうやってこのまま筆に取っていいですよ。こうやって筆に取ってあげて、でそのままさっさっさっとバランスよく置いてあげましょう。この未硬化ジェルにうまい具合についてくれて、でホログラムだと結構角が出て、なんかコートするときに大変な思いしたことないですか皆さん。あれ、ああいうのが全然ないんですよ。ほらさっとポイントで入って、もう見て横も全然立たない、めちゃくちゃ便利じゃないですかこれこんなにあっという間に決まるんですよね。で光り方が本当に絶妙なので、ベースの色によっても光り方が変わります。暗い色だったり、こういう明るい色だったりで、それも楽しいですよ。で最後ジュピターのリーフ、このねユンユンの大好きな大好きなラメ、いつもこのラメを使っちゃいますけど好きなんですよね。かわいい、かわいいですよね、この荒い感じといい、この絶妙なカラーといい、まあラメラインの囲みはねよくやってることなので、ちょっとここは早送りしようかな。早送りスタート。はい、ちょっとラメラインがね太くなっちゃいましたが、できましたで、いつものようにコートをしてチュルンとしてあげたら完成です。このままも軽く整えて一瞬固めますね。はいはい、こういう感じであっという間にできる。まあこれからね春がやってくるんでちょうどいいかな。春かかってこいって感じのアートでしたありがとうございます。はい、ありがとうございました。こういう感じでできてます。スッて力を抜いてあげてやってあげるといい感じにできると思います。今年、去年はねすごく皆さんありがとうございました。たくさん見ていただいて、今年もネイルたくさんいろんなアートを作って伝えて、さらにちょっと筋トレもめちゃくちゃ頑張って今やってるので、はい、ちょっとマッスルネイリストでいこうかなって思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。